お願いします。それではまずビフォーについて、髪の長さだったり色だったり どんな状態だったかっていうのを解説お願いします。はい、今回のモデルのサラちゃんはもう最近はカラーをほとんどしてなくて、ただ伸び伸びに伸びたという状態で、前髪も自分で切っちゃってるような状態だったんで、この元々持ってる彼女のいい癖があるので、それを生かしていこうかなっていうのが今回のテーマにありました。モデルさんからは何かこうしたいみたいな要望はあるんですか？もうバッサリいっちゃってくださいっていう、まあリアルオーダーヘアブックにもうまさに適したモデルさんで、今回本当に思う存分やらせていただいたって感じです。はい、では具体的なカットの流れと、あとその特にこだわった部分など教えてください。はい、多分彼女は今まで短かった時あったんだけども、自分の癖が嫌いで膨張しちゃうみたいな、なのでそれをまさに逆手にとって、彼女の癖をいかに最大限に可愛く見せられるかっていうところをベースに考えて、ちょっとやっぱり肩ぐらいにしちゃうと、その今彼女の悩みである膨張しちゃうような髪型になりやすかったので、今日はもう顎部分まで切って、でこの丸さと表面のツヤは残しつつ軽さっていうのを出していく、まあうちの本当にディフィーノのベーシックなカットレスにあるようなカットを今回実はやらせていただきました。もう R カットオリジナルの R カットで切っていく、この丸さっていうひねりながら切っていくんですけど、そのカットによってこの彼女の癖を誘導していくっていうようなベースカットがあって、そこから乾かした後にスライドカットでフォルムを変えていく。そうすることによって髪の毛のもともと持ってる丸さとか柔らかさっていうのが残りつつフォルムが変わるので、デザイン的にも可愛くなるし、ご自分でやっても再現性が高い、でカットの長持ちもするというような、本当にリフィノで打ち出してるカットの代名詞的なデザインをやらせていただきました。で結構彼女からのオーダーとしてはバッサリもう切っちゃってくださいってことなんですけど、小顔に見えるとか、あとは若く見えるとかっていうところをオーダーとしてはいただいているので、フォルムをですね、こののっぴりしてたこのビフォアからトップをふんわりさせて、この顎のラインにねこうキュッと締まってくるようなフォルムを作ることによって小顔を演出する。ただそのこの顎へ向かっていく角度なんですけども、あんまりこうグラデーションとかレイヤーを入れてグッと上げてしまうとちょっと老け顔になりやすいと思うんですね。なのでピュアなイメージも残しつつ小顔を表現するというところですかね。あとは前髪をちょっとやっぱり自分で切ってる前髪だったので、サイドへ綺麗につなげて、ちゃんとここに小顔効果の生まれるマッシュバングっていうのを作ってあげること、あとはスタイリングの時にちょっと癖を逆に生かしてなんかこうキュッと毛先が跳ねるようなスタイリングをしてるっていうところでしょうかね。スタイリングについてはどのように、もうほとんど乾かしただけでこの形になるので、まあ、彼女もどうやったらいいのかしらって言ってたんですけど、もう根元をしっかり乾かして、気づいたら毛先が乾くっていうようなぐらいにしっかり根元を中心に乾かしてあげれば、落ちていく位置に収まってきますので、本当にノンブローで決まるというスタイルですね。ちょっと襟足のこの辺とかちょっと跳ねさせてる感じっていうのはどういうふうに？そうですね、彼女の今回最後にバームを使ってスタイリングしてるんですけど、もともと持ってる癖を内巻きにスタイリングしてるんですけど、ちょっとバームで揉み込むようにするとちょっと跳ねたりするような遊びが出るので、その辺が今回のフィニッシュワークとしては遊び心を入れたスタイリングっていう感じでやってます。ただその時に注意点としては、トップをからべったりさせないように、ふんわりさせた状態から毛先に遊ばせるっていうような、で結構ハーフウェットとかウェットの質感でこの何年か来てる流れもあるんですけど、どうしても
これからの時代はちょっとまた変化を求められてくると思うので、その毛先中心にそういうツヤ感を出していくっていうところを、あの新しさとして逆に提案させていただいているという感じでしょうかね。今回も良かったです。ありがとうございます。サラちゃんに感謝です。本当です。